おはようございます。京都府のとっておきのスポットをご紹介する京都地震ジャーニー、今回は木津川市にある創建1047年の浄瑠璃寺をご紹介します。国宝阿弥陀如来像。本堂阿弥陀堂には9体の木造阿弥陀如来が安置されています。2023年にかけて2体ずつ修理が進められています。平安時代には多数建立された九体阿弥陀堂、現存する唯一の遺構です。本堂と池を挟んで立つ三重の塔、三重の塔の内陣に安置されている薬師如来の浄土浄瑠璃世界が地名の由来です。東に薬師如来、西に阿弥陀如来を配し、池を中心とした庭園は極楽浄土を表していると言われています。豊かな暮らしと平和を授ける幸福の女神、秘仏吉祥天女像は10月1日から11月30日まで秋の特別公開中です。京都府にはまだまだ知られていない魅力的なスポットがあります。京都地震ジャーニー、また来週。